以前の動画でインプラントの手術を受けたことをお話しましたが、昨年末にですよ、そのインプラントに被せ物を装着しました。今日はですね、私のインプラント体験について解説いたしますね。レッツ大口博士歯科クリニック歯を失いお悩みの方々噛める喜びはインプラントに勝るものなし。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。このチャンネルは、皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。番組制作の参考や励みになりますので、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をお願いいたします。また、私から一方的にお話しするのではなくて、視聴者の皆さんと双方向でご意見やご質問を配信する動画に反映していきます。つきましてはコメント欄にご遠慮なくご記入くださいね。さて、今回は私のインプラント体験についてお話したいと思います。インプラントを入れた患者さんから入れ歯とは噛み応えはもちろん食べ物の味が全く違うとか、次に歯が抜けた時も先生、インプラントでお願いしますと言われていたので、その良さやメリットについては十分に承知していたつもりですが、まさか自分で体験するとは思いませんでしたね。いやー、本当にインプラントを入れた後はいいですよ。私は手前から5番目の上の歯が噛み締めが強かったために、歯根が縦に真っ二つに割れてしまったんです。まあそこで、インプラントにすることになりました。そこに至った経緯はいろいろあるんでしょうけど、そこはまた別の機会にお話しするとしまして、インプラントを入れたのが夏過ぎでしたね。かぶせ物を入れたのが12月です。その間は仮の入れ歯を使ったのですが、これはこれである程度仕方ないことなんですが、物は挟まるし、それを取り除くために歯間ブラシを使うなど、やっぱりとても不便でしたね。そして過去の動画で取り上げましたように、知らない間に仮の入れ歯が口の中からなくなりまして、飲み込んだものかと思ってですよ、焦って救急病院に飛び込んだお話をいたしましたね。そしてレントゲン撮影をしてもらったこともあるんです。そして同じことがまた再び起こってしまったんです。朝起きると確かに入れたはずの仮の入れ歯が消えていたのです。その付近はですよ、舌でいくら触っても入れ歯は見当たらなかったんです。ショックでした。ひょっとしたらですよ、寝ている間に飲み込んでしまったのかととても不安でした。しかし、起きてからリビングのソファーに腰掛けてですよ、そして周りを見てもやはり残念でしたけどもありませんでした。まあこれ2回目なので、ある程度開き直るというか諦めるというか、まあどうでもいいなというふうに思いましたが、洗面所のところにポツンと置いてあるのを見つけ、ほっと胸をなで下ろしたのは現状なんです。これらの理由もあり、私は昔から入れ歯はおすすめしていませんでした。多くの歯科医はそのことに気づいていて、歯を失った患者さんに
入れ歯の弊害や残った歯の状態や噛み合わせなどの良くないことを考慮してですよ、ブリッジよりもインプラントの方が向いてますよと実はお伝えしたいと思うんです。しかし患者さんによってはですよ、インプラントは歯医者さんがお金儲けのためというデマがはびこっておりますよね。テレビなどの情報を鵜呑みにしてですよ、寝たきりになるとインプラントは大変だからと今の口の中の状態を良くしてですよ、将来寝たきりにならないようにしっかり食べることを放棄してしまうような方も見えるんですね。当院の患者さんで寝たきりになった方の付き添いのお方のお話ですよ。通常歯のない人は飲み込む力が弱くなってきてですよ、胃ろうで苦しむことが多いんですが、私の担当した先生のところでインプラントを入れたという A さんはずっと食事を噛んで食べることができていて、私はとても幸せだと言われてましたよということを私にお話しされました。これを聞いてとても歯医者甲斐があったな、歯科医の仕事をしていてよかったなと思った次第です。まあ私事に戻りますが、インプラントのかぶせ物を入れてですよ、1ヶ月を経過しましたが、もうすでに自分の歯と全く変わらないような感覚でとても快適ですよ。さらに言えばですよ、仮の入れ歯の時と比べて天と地ぐらいの違いをひしひしと感じているんです。どこにインプラントを入れたかもわからないぐらいなんですよ。その理由の一つには噛む刺激が脳に伝わっているからだと考えています。皆さんもご存知のように口の中の感覚は髪の毛が入っただけでも違和感を感じるぐらいに敏感ですよね。多くの方が入れ歯にすると食べ物が美味しくないとか臭いとか入れていたくないというのは、違和感を感じた脳がですよ、慢性的にストレスを感じるようになり食べ物がまずいと感じているわけですね。自分の体を守ろうとする生体反応だと言えるわけなんです。これに反してですよ、インプラントは自分の歯と同じような感覚で噛んだり離したり、見た目もですよ、自分の歯と全く変わらない、見分けがつきませんので、もう私は鏡を見た時にとても満足感を毎日感じています。つまり歯があった元の状態に戻ってしまったわけです。過度なストレスを感じない、いわゆる自然体でいられるんだと思うんですね。そして脳への刺激に加えて重要なのが脳への血流なんです。健康な人ほど血流は良いとされていますよね。これは血流は単に血液を運ぶだけではなくて、栄養を運んだり炎症部分の修復物質である白血球を運んだりと、人が生きていく上で欠かせない重要な要素だからです。よく噛む人はですよ、認知症になりづらいとか寝たきりになりづらいという研究結果をご存じの方も多いと思いますが、前回解説した江戸時代に83歳の長寿を全うした貝原一家もですよ、81歳まで一本の歯も抜けてなかったんです。そして晩年に帰した養生君には、1日に歯を36回カチカチさせることで歯も強くなり体も強くなると書かれているんです。今私はインプラントでカチカチさせているわけですが、入れ歯ではこういうわけにはいきませんよね。今回はここまでです。インプラント専門医としてインプラントを入れた私の体験談、いかがだったでしょうか。ぜひコメント欄に感想をお寄せください。次回も歯に関する有益な情報をお伝えいたします。チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をお願いいたします。また動画制作の励みにもなりますので、コメント欄への記入もよろしくお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして皆さんに安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA
大口インプラントアソシエイツを運営しております。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。順次一般の皆様に会員の開示やご案内もどんどん増やしていきたいと考えています。 OIA に所属している歯科医師はエイペックスメディカが主催する私の講演や会長を務める国際心理学会学術大会において参加していただいております。技術を習得された方なんです。また名古屋駅前にあるインプラント難症例センターではマンツーマン指導も行っています。皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して組織運営をしていくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するものではなくて大口博歯科クリニックの運営母体である医療法人が責任を持って運営しています。医療法人は公益性が求められているために営利至上主義ではありませんのでご安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。